ハウジー、カブトムシ、誰が一番強いの取ってこれるのか。前回僕たちはあのカブトムシ捕まえたいけって惨敗しましたよね。はい、蚊に刺されただけでした、タイカが。はい、ということで今回は普通にカブトムシを捕まえに行きます。で、一番強そうなカブトムシ、クワガタ、何でもいい、一番強そうな虫持ってきて戦わせようや。前回は捕まえておしまいだったよ、捕まらなかったけど。今回は捕まえて家持ち帰ります。で、リングで戦わせる。めっちゃおもろいやん、これ。ブレイキングダウンや。ブレイキングダウンのバイカブトムシ来た。チームは、ハルチョ俺ペアと、ミゾコバペアです。はい、お前らはお前らの好きな場所で取ってきていいよ。先方中堅大将の3匹捕まえてきてください。はい、いいですね。じゃあ相手のチームがさ3匹捕まえてこれなかった時点でもう、あ、もう不戦勝です。はい、つまんない。でも何かしら3匹は捕まえてる。カブトムシおらんくってもう何か捕まえてきて、蚊でもいいし。オッケー、任せてよ。ということで今から早速捕まえに行きたいと思います。じゃあまた後で捕まえてみよう。おう、着きました。着いたね。虫怖いから武器も持ってる。意味ねえやろ、どうやって殺すねん。それで凶暴な女だ。どっち？案内するから。見て、ハルちゃん。え、キモい。いっぱいいる。でも見て、このムカデもある、ムカデもいる。ハルちゃん、ハルちゃん、ハルちゃん待って。これめちゃくちゃでかいカブトムシ。そいつ捕まえても帰ろうよ。このやつクソでかくね。あれ、こいつら、こいつら、こいつ凶暴だな。じゃあまず一匹捕まえるね。よし。うー、飛んだ飛んだ。はい、とりあえずまずめっちゃ強そうだ。こいつめっちゃ強そうだ。こいつさ、あ、無理無理。ここにね、カブとね、オス2匹いるんだけど、こいつらちっちゃいし弱そう。お、ノコギリクワガタがいる。でかい？保険で取っとくね。2で、ノコギリ。めっちゃちっちゃいやん。これならいけるでしょ。うん、いけない。ノコギリの方がいけん。私、あ、待って待って、離さないで。ねえねえ、逃げてくれ。あー、気持ち悪い。オッケーオッケー。でもあのでかいカブトムシ絶対にキュッとしないでね。上からバターンと打ってくるからって。バターンの効果音じゃなくない、うん、あのでかさ。どう、今のとこ感想。いや、本当にもうあれか、もうカイト いないと無理や。私絶対に喧嘩してる。こいつらセックスしてる。セックスって、セックスって言うな。はい、見てください皆さん、もう一匹でっかいの確保しました。こいつね、あ、こいつだ、こいつだ。はい、マジです。対象並みがね、めっちゃ多い。さあ、溝口君、君が知ってるんですね、カブトムシの場所。僕知りません。その場所が今もあるかは分かりません。殺す。もう最後に行ったのはもう10年前なので。クソガキの頃か。うん、いや、てか10年前よりもっと前に。その場所がなかったらどうする。マジで俺らのラインナップがゴミになる。カナブン艦隊とかできる。大正中将で。さあ、着きました。これ探していきましょうか。とりあえず。これ何？カミキリムシ的なやつやね。ちょっと、これ。ちょっと待って。一応取れたかさ。でもこれ取れたかって言った。取れんかもしれない。絶望的やん。お、おい、うわ、ムカデだった。え、あれ何、あれ何？ゴキブリか。おっと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 。待って、何こいつ。カブトムシ。取って。取って。お前取らんかい。取れ。こいつダメだ。角が俺取る。いや、入れとけ。あ、こいつのかわいそうだ、なんか戦わせるの。ムカデ中堅にする。これ大将だろ、これ。ラストショー絶対に。カガウじゃん、カガウ。え、なんか落ちてきた。なんか落ちてきた。小型落ちてきた。メスだ、小型のメスが落ちてきた。よし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 。よしよし、こいつ、こいつ中堅にしよう。蹴りますね。なんか入ってるわけね。待って、今んとこ俺らのさ、メンツがやばいぞ。角の折れたカブトムシとクワガタのメス。おっ、おっとおっとおっと、おっ、ちょっと待って待って待って、なんでお前取らんねんねん。気持ち悪い。さあ、捕獲完了。よし、今3匹だ。一応メンバー揃ったけど、一応揃ったけど、こんなの、ね、負け戦、負け戦。ガチでいいか。まあ3人のメンバー揃えましたけど、メンバーが絶望的なんですよ。紹介してメンバー。角折れたカブトムシ、はい、カブトムシのメス、はい、クワガタの小さいメス。なるほどね。逃がしてもいますよ、ここで。じゃあもう一個神社行こう。ちょ、これマジで身に見えとるから。でもさっきよりかは大丈夫そう。そう、全然大丈夫。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、でっか。え、待って待って、映っとるかな。え、いけいけいけ、頑張れカイちゃん、頑張れ。ゲット。あー、すごい、本当に野生のゴリラみた
ちょっと待って、ここにもおる。ゴキブリもおる。うえ。だからということで、このでっかいノコギリクワガタ手に入れました。でかいって言ってもそんな大したことないけど。まあでも、あるほどすごくね。カブトムシ刺さる。とりあえず3大賞用意できましたけど、名前決めようぜ。名前、じゃあ一番でかいやつアレックスにしよう。アレックス、でかいやつアレックスね。ノコギリクワガタは小次郎にしとこう。ということで菓子パーツ戻ろうか。ですがさっきのとこ、ミゾがカブトムシに襲われて終わっただけですね。あれ怖かった。マジで怖かった。これじゃさすがに戦えんので、ちょっと一匹戦えるやつが欲しいということで、はい、行きましょう。なになになに、クワガタがセックスしてます。え、とりあえず行こう。え、でもセックスしてるよこいつ。お前らはセックスすんな、俺より先に。ほらセックスしたとだからヒゲしとるやんこいつら。いい、戦争に行かせるぞ。やることやってからセックスしなさいってことよ。え、ってこいつらやることやっとったね今。ちょっと出なさい。ちょっと出なさい。さっきから超やばくて、ミソがね、捕まえてくれました。とりあえず終わったってことで。よし、じゃあこれで戦争挑んでいきます。はい、ここからず厳選して。ということで、はい、とりあえず捕まえてきましたね。はい。じゃあお互い再開見せよう。交換しよう、交換しよう。いや、これ虫キングで見るやつよ。ちょっと。コクワが弱ってる理由は、セックス終わったとか。じゃあ先方中堅大将で勝負していきましょう。まず先方を出しましょう。ここにフィールド作ったので、このフィールドで戦わせます。うわ怖っ、取るぞマジでこいつ。こいつ名前何する？セックス。はい、名前つけました。僕たちこれなんて言う？小次郎。小次郎だ。あ、じゃあ俺成功でいいか。あ、ここはちょうどいいサイズだ。よーい、スタート。かーん、餌くれ。そしたらなんかその、別に戦うレベルの餌のなさじゃないんだ。ちょっと待って、おらんくなった、ここは。こう行くタイプ、せこいタイプ。そういうこと、後ろから行くタイプ。あ、待って、来た。あれなんか、こいつで成功一緒としてる。どこに性欲せえよ。どっか行ったら場外で。あ、あれ、あ、待って待って。え、あと待ち合わせ用意、スタート。待ち合わせ。成功。はい、場外負けですもん、お前のやつ。あ、コクワは行方不明になりました。なんかどっか入ってった。負けでいい？はい、お前のやつはもう行方不明というか。ということで勝者、小次郎です。イエーイ、イエーイ、あげ、もっとやめて、どんどん。小次郎、お前と。じゃあ中堅だぞ。てか成功、ここに隠れたもん、戦う。はい、じゃあ行きましょう。こちらの名前は？足なしで。何でし？マイクです。大きさの違いわかる？うん、で、うわ、でかいわ、でかいから、こレディー、ファイ。前側が、お、え、待って、足の手術でしょ、もう終わる。こいつね、ちなみに捕まえた時からもう喧嘩しとったから。お、こっちに、どうすごいな、ちょっとお前、いかん、そのポジションいかんで。うん、あの、こっちに、え、待って、え、待って、やめー。今回もこちらの勝ちです。もうマイクです。はい、2-0で僕たち負けじゃないですか。次勝った方がいいよろしいですか。どうぞどうぞ。ちょっとあの今と不甲斐ない負け方してるんですよ。一匹ここにいますからね。お前名前何それ。夏でしょ。夏。あ、夏でいい。こっちね、アレックス。こっちアレックスです。俺もうサイズが全然違うわ。うわ、やば。で、勝負しましょう。レディーゴー。ゴー。めっちゃ逃げてね、でもこいつ逃げとる。めっちゃ俺のうちのアレックスから。もう飛ぶよ飛ぶよ、くよ。あ、行くぞ。手開いたら元に戻ってるこいつ。ほら、もう一回飛ぶな。クイちゃんすごい。もう一回飛ぶな。そう。ダメね。ちょっと本来なら4度ぐらい負けてます。負けてます。お願いします。無理やな、戦わせんのは。カブトムシの戦い見てきたトリビアの泉見てください。はい、そっちをおすすめします。チャンネル登録、高評価。チャンネル登録、すごい出てきた。よろしくお願いします。あと、クリスクガードのバンド、暗証番号をここから出てきました。送ってください。
Amazon の商品なんですけど、共有するのでプレゼント、手紙送ってください。また見てくれよな。